たいな話で申し訳ございません。私たち令和新選組、やりたいことがあります。やりたいことは何か、死にたくなるような世の中やめたいってことですよ。あまりにも死にたくなるような世の中じゃないかってことなんですね。これはもう選挙の時もそれ以外の時にもずっと言ってました。年間3万人ぐらいいた自殺者の時よりかずいぶん減った。現在は2万1000人近くの方が年間命を自分で落とす、自分自身で自死される、ずいぶん減ったじゃないかみたいな話もあるけど、とんでもない。目に見える戦争や紛争が起こっていないのに、自分もうこれ以上続けられない、消えてしまいたい、死んでしまいたい、そんな気持ちになっちゃうのがこの国なんですよね。自殺未遂だけ考えても50万人以上、これ数でカウントされてる人たちだけでこれだけいるんですから、カウントされない人まで含んだとしたら一体どれだけの数ですか。10代の自殺、低年齢の自殺の1位もこれ、自殺の原因じゃない、死亡の原因も自殺ですよ。広い年代、10代から30代まで、これ死にたいっていう気持ちにさせるような世の中はもう壊れてます。はっきり言ったら狂ってますよ。あまりにもありえない。これを変えていくには何が必要かっつったらそうですかそれを変えるためには何が必要かっつったら医療タイマーってことをおっしゃったんでありがとうございます。もちろん医療の部分で必要性っていうのはあると思います。転換患者に対してその成分が効くという話もございます。医療面での解禁というものも当然議論されていくというような土壌は必要だと思います。で、話戻します。死にたくなるような世の中をやめていくためにはどうしたからいいかって言ったら、少なくとも自分は生きてていいっていう自信を持てるような状況が生まれなきゃダメですよねって。自分は生きてる資格があるのかとか、生きてて意味あるのかとかっていうような空気の中で生かされてたら当然死にたくもなるよってことです。そんなこの世は地獄みたいな現状の中で、それを引き上げていくためにはどうしたらいいかって言ったら、私、生活を安定させるっていうのが一番真っ先にやらなきゃいけないことだと思います。全てとは言いませんけれども、死にたくなるような状況を作り出す原因の多くは、私、貧困や生活の苦しさっていうのは関係してくるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。例えばいつも言ってます、この国子供たちの約7人に1人貧困という状況、高齢者5人に1人貧困、障害者4人に1人貧困、単身女性3人に1人貧困。いくら頑張ったってこれ以上何も生活変わらないっていう状況の中、またこれ物価を強制的に引き上げるような消費税、自分の賃金上がってない、逆に実質賃金下がる、物の価格は上がって自分の賃金は上がらないっていうような中で、ただでさえ苦しいのにそういう意味でのまた重しがのしかかってくるなんて、踏んだり蹴ったりじゃないですかってことです。まず自分が世の中にいていいんだって思えるような状況をまず経済的な部分で支えていくって私非常に重要だと思ってます。そのためにもいくつか私たちがやりたいことがある。その中には消費税を廃止にする、それ以外にもこれは政府の保障で最低賃金を1500円、全国一律でやっていく。他にも数々ありますけれども、こういったことをやっていく必要があるんじゃないかと。例えば消費税廃止にしてこの国どうなるかって、財源失われますよ、20兆円ぐらい、もう少しかもしれない。でも失われたものは何かで補填すればいい。例えばないとこから取るんじゃなくてあるとこから取るとか。私が言っている財源の2つ、1つは税、そしてもう1つは新規国債の発行ってことを言ってます。税だったらどういうふうに取るのか。法人税、企業に対して累進性、儲かってれば儲かってるほど税率上がるし、儲かってない時には税率が下がっていくんだっていうような累進性を導入する。トランプ政権より前のアメリカはそれをやってた。日本でどうしてできない。大企業に対する特別扱いやめればいいやん。法人税だってフラット税制ですよね。税率決まってるけれども、大企業だけ80超えるような税の割引あって、零細企業にそんなもんある。
結局税負担重いの中小零細になるやんって話ですよ。それに加えて消費税は赤字でも払わなきゃダメなんですよ。この国の税の滞納、そのうちの6割消費税ですよ。滞納してるの中小零細でしょ。 8% で首くくらなきゃいけない状況だったのに 10% に上がったらどうなるっつったら、もうむちゃくちゃですよ。壊す気かって。この国の存在している企業 99% 中小零細ですよ。そこの首絞めるような施策を打っていったらどうなるかって言ったら壊滅しますよ。私こう言って街頭で喋ってると、この反日とか言われるんですよ。日本を貶めるやつだ。ちょっと待って、日本を貶めるような、そういうような政治進めてる人たち国会の中にいるのに、どうしてそっちに文句言わないのって話ですよ。たくさんの貧困、生活困窮を生み出しておきながら、そして中小企業の首を絞めて自分の命を絶たなきゃいけないような状況をただ作り出していってて、今もそれが現在進行形であるというような、まさにこの国を切り売りしていくような、この国に生きる人々たちの首を絞め続けているような政治家たちに対して、どうして声を荒げないの、どうしてメッセージ伝えないのってことなんですよ。20年以上続くデフレ、これは異常、他にはそんな国ない。安倍総理にも聞いた、20年以上続くデフレ、日本以外で存在してるならどの国がそうなんですか教えてください。総理が答えた、ございません。当たり前、どの国も成長している、どの国も緩やかなインフレ、一方で日本はデフレが20年、デフレ2年以上の物価の下落、それが20年以上続き、物価が下落していく、物が安くなっていって助かったって話じゃないってことですね。安いものを作る労働者たちも当然賃金がどんどん低くなっていくってことですよ。そんな状況になっていったらどうなるかって言ったら、物が売れないっていう状況になる。消費は物を買う、誰かが買えばそのお金は回り回って誰かの所得になる。消費が減れば当然所得も減っていく。こんな負のスパイラルから出られない20年以上続けてきた。その原因は何って言ったら、経済政策の間違いですよ。デフレの時に増税するバカどこにいるんですか。そんな間違った勝ち取りするやついませんよって。氷河に向かって船追突させるような話ですよ、こんなの。あまりにもありえないって話です。財政再建、財政規律、それについての議論が必要だったら、ちゃんとこの国の景気立て直してからにしてくれますかって話なんですよ。20年以上続くデフレの中で、先ほど言ったような数々の貧困や生活困窮がある中で、これ増税しますみたいな話になったら、当然人死にますよってことです。あるところから取れよってことです。増税するなら順番があるだろうってことなんですよ。あまりにもありえないじゃないかって。企業に対して法人税、これは累進制にしていく。そしたら例えば消費税をゼロにする、それによって景気が良くなっていく。それ以外にも当然いろんな国からの財政出動をしていけば、より景気が良くなっていく。良くなっていった時に景気が加熱していくっていうことが生まれたとしたら、これインフレになる可能性がありますね、当然。でインフレが行き過ぎたらハイパーインフレだみたいな話が懸念されますけれども、ハイパーインフレって何のお話ですかってことですよ。ちゃんとしたインフレにもなってないじゃないかってことですよ。何を心配なさってるんですかってことです。だからこそ私は財源としては税だけじゃなくて、新規国債の発行は躊躇なく必要なところにはしていくべきだと思ってます。こんなことを言うと、1000兆円以上借金抱えているこの国、一人頭900万円の借金抱えているのに、山本太郎むちゃくちゃだなって思われたかもしれない。でも違いますよ。国の借金、政府の借金はあなたの借金じゃないですよ。間違った理解ですよ。それは財務省によるミスリードをそのまま信じ込んでるだけです。国が、政府が借金をする。その借金したものをこの国に生きる人々に投資をする。国にとっては、政府にとっては借金でも、それは皆さんにとっての資産ですよ。借金は、誰かの借金は誰かの資産であるっていう当たり前の話なんですよってことです。それを見ていただきます。日銀の資金循環統計、こちらご覧いただいているのは
日銀の資金循環統計というものをグラフにしたもの。何か、はい、ブルーの線、上に行っている線が民間の貯蓄、下の線、下に下がっていってるのが、政府の借金。ブルーのラインが上に行けば行くほど民間の貯蓄は増え、下の赤いラインが下に行けば行くほど、政府の借金は増えていっている様子です。何が言えるか。上、民間の貯蓄が増えているとき、下を見ると政府の借金。もう一回、ブルー、民間の貯蓄が増えているときには、その時には政府の借金が増えている状態、赤字国債の発行額が増えている状態。何が言えるか。政府が赤字国債、これを増やしていく、投資をしていくということをすれば、民間の貯蓄が増えていくという相関があるということなんですよ。これはずっとそう言える。一時だけそれが崩れたのはバブルの時だけ。それ以外はそういう形になってる。あなたの借金じゃないんだよ、政府の借金はってことですね。誰かの借金は誰かの資産、当たり前の話ってことです。で、この状況が確認できるんだったら何が問題なんですかってことなんです。日本円で借金してんだよ、日本円を発行できんだよ、それでお金を返せなくなることなんてありますかってことです。ありえません。じゃあギリシャどうなんだって話をする人もいる。ギリシャは違う、ユーロ圏だ。しかも通貨はユーロです。ギリシャは、ギリシャ独自の通貨は発行する権利がないです。ユーロで借金をしている場合、ユーロを作り出すことができるのはこれヨーロッパ中央銀行だけですよ。ってことはギリシャは勝手に自分たちでお金を作り出すことができない。でも日本は違いますよね。日本円で借金をして日本円を発行する能力がある。だから支払いが不能になることはないんですよ。当たり前のことです。それを言っているのが昔の財務省。見ていただきます。2002年にムーディーズ、 S&P、 フィッチなど世界の格付け会社によって日本の国債はその格付けが下げられるということが起こった。それに対して財務省は怒ったんですね。何を言ってんだと、一体何が問題なのか言ってみろという意見書、それをこの格付け会社宛てに出しました。この意見書、今でも財務省のホームページから見ることができます。外国格付け会社宛て意見書、そこには何と書かれているか。日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない。先進国の自国通貨建て国債、円建て国債のデフォルト、支払いができなくなるってことは考えられない。当たり前です。日本円で借金してて日本円を発行する能力があるんだから、デフォルトなんてなるはずないだろうってことを突っ込んでるわけなんですよ。真っ当です。今言ってる財務省の言ってる内容全然違いますよね。ハイパーインフレになるみたいなことを財務省自体は言わないけれども、その下の審議会にはしてる。そのハイパーインフレについてはどう考えてるのか。はい、ハイパーインフレの懸念はゼロに等しいってことも言ってしまってるっていう、今と全然違うことを言ってるってことです。他にもこういうことも言ってます。戦後初期のアメリカは GDP120% を超える債務を抱えていた。1950年代初期のイギリスは 200% 近くの債務を抱えていたという事実を無視している。借金の額じゃないっしょってこと言ってるんですよ。当然です。だって額じゃないですよ。返せなくなるってことがないんだから。じゃあそれにおける注意しなければならない点は何ですか。上限があるはずですよ。無限にできないから。インフレ率ですってことですよね。インフレ率を制御しなきゃなんない。ハイパーインフレとか悪、そういう行き過ぎたインフレにならないような管理をするということができれば、借金は量じゃない額じゃないって話なんですよ。じゃあ例えばですけれども、消費税8から0にした場合、これを全て新規国債の発行で賄うという前提に立ちます。それで参議院に試算してもらったものを出してもらっていいですか。どこまで物価上昇率が上がるかということを見ていただきたいんです。遠くてごめんなさい。この点線、点線部分がシミュレーションです。参議院の情報調査室、に試算をしてもらいました。
調査情報担当室、調査情報担当室に資産をしてもらった、消費税をやめた場合、その全てを財源を新規国債で発行した場合、どれぐらい物価上昇率上がるんですかってことを見た場合、初年度物価が下がります、強制的に引き上げていた物価が 5% 下がる、下がってその後は上がっていきます、当然です。物価が安くなることによってみんなが物を買うようになる、今まで我慢してた、諦めてた、いろんなものを買うようになる、そういうことによって経済動き出す、当然物価の上昇も起こってくるけれども、その物価上昇は途中で止まってしまう、いつぐらいですか？3年目、物価上昇のピークは3年目、3年目のピークでやっと 1.67%、 1.67% で、その後はまた下がっていくんだって話なんです。何が言いたいか、さっき言いました、日本円で借金してます、日本円を発行する能力があります、支払いが不能になる、破綻するようなことにはなり得ない、ただし上限がある、ルールがある、無限にはできない。じゃあそのルールは何か、インフレターゲット、インフレの上限を日銀政府は目標を持ってるってことですね。 2%、 インフレターゲット 2% に達した時にはこれ絞っていく方向にしなきゃなんない。でも 2% なってますか？なってないんですよ。消費税減税分、消費税を8から0にした場合、20兆円というお金を新規国債で賄ったとしても、このような状況、 2% にも達するどころか 1.67 までしか上がらず、その先下がっていく。つまり何が言えるかって言ったら、消費税減税、消費税廃止以外にも、もっと国からの財政出動をできる余地があるって話なんですよ。やればいいじゃない、やればいいじゃないってことですよ。20年以上デフレが続いたこの国、もう完全に衰退国家ですよ。少子化に対してももう企業諦めてますよ。だから内部留保止めるんですよ。投資する先がないもん、リターンないもん、諦めてんですよ。それだったら海外に出ていこうって話です。日本の税金が高いから海外に出ていくなんて、そんなデタラメには騙されないでください。最後見せてください。経済産業省2014年、早2014年に、ですね、このような調査がなされている。海外事業活動基本調査、海外進出を決定した理由、理由は何しに海外へという内容です、はい、1位、現地での製品需要が旺盛である、また今後の需要が見込まれるから海外に出るんだというもの。他にも2位は他の日系企業が出ていってるからそこついていくわみたいな話で、3位は進出先近隣三国、出てった先のその周辺の国で製品需要が旺盛、また今後の拡大が見込まれるってことを言ってる。どうして海外に出ていくの？いや税金が安いからです、なんてことを言ってるのはトップ3の中に入ってない。じゃあどこで入ってくるんですかそれは、つったら第8位 8.7%、 税制融資等の優遇措置がある。企業が気にしてるのは何かっつったら、物が売れるか売れないかですよ。商売できるかできないかですよ。今のこの国、将来に不安があってお金が出せない、そもそもお金を出すことができない、物を買わない、したら投資なんかしたって意味ない。世の中にお金回るお金ますます少なくなるって当たり前ですよ。そこに政府が財政絞る、そこで政府が増税する、ただでさえ回ってないお金引っこ抜いていったらどうなるってことですよ。やってることむちゃくちゃだってことですね。今取り戻す時期にあるってことです。やらしてほしいんですよ、やらしてほしいんです。力貸してもらえないですか？私たちがやるんです、一緒に。長時間喋らせていただきましたけれども、寒さもいよいよ限界を迎えたようでございます帯広駅前をお借りいたしまして、皆さんからのご質問にお答えをするという体で山本太郎が喋り倒したという数時間でございました。申し訳ございません。で、先ほどの方、年金のお話をされた方が言ってくださいました、山本太郎を応援する方法、どんなものがあるんだということに対して最後お知らせして終わりたいと思います。ポスターがございます。ポスター、経団連けしからん、東電、これはもう踊り潰しするしかないんじゃないかみたいなことを過去にも言いまくってますから、なかなか私をテレビに出そうとはしない。なので
山本太郎をどうかあなたの地方で、あなたの地域でポスターを貼って広めていただけませんか。あなたのお家に壁ございませんか。ぜひポスターを貼っていただきたいんです。ありがとうございます。で、ポスターは今私が立っている左側、皆さんから見たら右側になるかもしれませんが、そちらで手に入れることができます。で、明日なんですけれども、9月の28日の土曜日、ポスター貼り、これ私たちの、スタッフと共にですね、ポスターの貼り方、こういうふうにお願いしに行くっていうことをですね、やったことないからわかんないって人も一緒にぜひ行きませんかというお話です。10時、午前10時、ローソン帯広西2条南16丁目、すごいな、これあるんですか、16丁目っていう。ありますよ、新しくできましたよ。すごいですね、すいません、一桁を超える丁目をあんまり見たことがないので、南16丁目店、繰り返します、帯広西2条南16丁目店前、ローソンの、周辺に皆さんに集まっていただいて、そこから出発をするという形で、ポスター貼りやっていきたいと思います。で、自分の家の壁にそんなポスター貼ったりとかしたら、これ近所の人とかにまたまあなんか嫌な目で見られたりとか、うまくいってたのにうまくいかなくなるかもしれないみたいなことを考えられる方いらっしゃるかもしれないんですけども、そうであるならばどうか隣の町まで足を運んでもらえませんかっていう、あなたの顔を知らない町まで足を伸ばしピンポンとすることで、すいません、山本太郎のボランティアなんですけれども、ポスターを貼らせていただけないでしょうかっていうお願いをしていただけると、これ広がっていきます。ぜひお願いします。何かしら力になりたい、そう思われた方はぜひポスター貼りでお力を貸していただきたいと思います。そして、もう一つ、この中にボランティア登録をすでにしていただいている方っていらっしゃいますか。ありがとうございます。もう1割もいません、すいません、ありがとうございます。ボランティアの登録をしていただきたいんです。別にボランティア登録したからといって強制的にボランティアをしなければならないということではございません。あなたの1ヶ月のうちで時間が作れる15分でも結構です、30分でも結構です、できる時で結構です。そういう時にお力を貸していただけるというボランティア登録で、ボランティア登録をしているけれどもボランティアはしていない方にも、今山本がどういう動きをしているのかとか、もしくは国会の中でこんな法律が今通ろうとしているとかっていうような話も、めったに送りませんけれども、そういうことが届く、ツールとなっております。ぜひボランティア登録をしていただきたいんです。そちらもこちらの、そちらのお申し込みの方もこちらで、私から見たら、皆さんから見たら右側の机で、行います。で、この場でなかなか残れないって方はですね、ネットからも令和新選組のホームページを見ていただいて、アクセスすることができます。ありがとうございます。で、最後に一番言いづらいことを言いますが、お金持ちいませんか、この中に。お金持ち本当にとことんいませんね。これ札幌でもいませんよ、これもう本当にどこ行ってもいない、もう札幌の日本中どこでもいないですかね、お金持ち。すいませんね、なかなか、まあ、それぞれないとこから取るな、あるとこから取れ言うてるやつになかなかね、君に頑張ってもらおうと思って1億円を持ってきたんだよみたいな人いませんよね。すいません、じゃあ逆に お友達がお金持ちなんだ、そういう人知ってるよって方いらっしゃいますか。あ、いらっしゃいましたね、手を挙げてくださいました、ありがとうございます。そちらのお嬢さん、ありがとうございますね。え、友達が貯金箱持っててみたいな話をしだすかもしれませんね。ありがとうございます。遠慮しませんよ、いただきますよ、いただけるものは。ありがとうございます。選挙、政治活動、むちゃくちゃお金がかかることは皆さんご存知の通り、今回この広島ってどこやんですか。なんで広島が出てきたのなんか。なるほど、広島カープの帽子をかぶられていたから、あなたが。ありがとうございます。すごいよ、私こっち向いて言うてんのに、このわずかの視界の中に広島が飛び込んできたっていうね。いや、いいですね、市民球団と、そして市民政党とっていうのつながりですかね。ありがとうございます。話戻りますけれども、何を話そうとしていたのが、失恋をしてしまったという私を誰が助けてくれるようなお医者様いらっしゃいますかってことですね。これ違います、そんな話じゃない。北海道ツアー、今回10日間北海道を回りましたけれども、これにかかる費用だけでも300万円です。そりゃそうですよね、8人9人で移動しながら転々としていきます。で、この先日本列島を、このようにツアーをして回っていきます。まあ、このようなツアーに関してもそれぐらいの費用がかかるということですね。で、それだけじゃなく、この先私たち単独で選挙を戦うという判断をした場合には、
100人の候補者を目指して立ちたいということを言ってます。1人当たりの入場料、選挙に挑戦するというだけでも600万円かける100人となるとおいくら6億円みたいなね、すごい話ですね。いやだから一般の方々はそういう政治で世の中を変えるみたいなことをしづらいシステムになってるんですね。で私最初新宿で10億円目指しますって言ったんですけど、後でスタッフにちょっと待ってください、供託金だけ6億円なんですけどって、ああしまったみたいな。で訂正で20億円です。20億円どうやって集めるかって言ったら、お金持ちを探すしかない、お金持ちの友達を紹介してもらったりとか、もしくはみんなで出し合うということをどこまで最大化できるか、集まった額によってまた出せる数っていうのが変わってきます。なので1円から寄付募集しますっていうことを言ったら、先日10円くださった方いらっしゃるんですよ。すごいですね、10倍じゃねえかよ、10円最高みたいな、はい、すいません、ありがとうございます。そんな形で、前に進めていきたいというふうに思っております。長時間にわたって皆さんに本当に寒い中お話を聞いていただきありがとうございます。本当にありがとうございました。この後ですね、この場をお借りしてツーショット写真、スリーショットでも何でも結構です。ツーショット写真を撮っていきたいと思うんですけれども、先頭どちらにしますか。写真を撮る先頭はこちら、そしてどちら側に流れますか。はい、まっすぐで折れます。銀行側に列を作っていただく、ゆっくりと動いていただきたいと思います。ゆっくりで結構です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、でお時間がないと言われる方はですね、どうぞ勝手に撮ってください。どんな方向からでも結構です。まずはですね、障害をお持ちの方、そして、お子様連れの方を優先的に撮らせていただいた後、その列に並ばれている方に移っていきたいと思います。長時間にわたりありがとうございました。冷やかしでも結構です。写真を撮って、そしてボランティア登録を開示していただけると助かります。ありがとうございました。